コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ご覧の通りドラゴンボールではないんです。はい、ちょっとドラゴンボールのね、身勝手の極意の兆しが出てますけど、全然違います。今回ご紹介するのはこちらです。はい、じゃじゃじゃんとね、めちゃくちゃでかいし重いんですよ。でかいって言っても、あの海外のあの瓦礫ほどじゃないんですけど、まああの、まあ多分サムネとかね、そういうので分かってると思いますけれども、今回ご紹介するのはですね、ウコラセと、はい、POP ネオマキシマム白ひげ、はい、こちら超でかいんですよ。でかいし重い。こちらをね、ぜひね、開封して見ていきたいと思います。早速ね、この箱の状態をちょっと見ていきましょう。はい。はい。ということでね、箱の状態、にしました。はい。じゃあちょっとね、見ていきたいと思います。ちょっとね、カメラを持ってやりた方がいいかな。はい。ちょっとカメラ持って、で映します。はい、ということでね、ではね、箱をじっくり見ていきましょう。まあ天面はこういう感じですね。かっこいいね、この時点でめっちゃかっこいい。はい、で、エクセレントモデルリミテッド、はい、限定ですね。で半券、ここに半券がついてます。はい、でこうね、これだとね、すっごい見にくいわ。うん、で、メガハウス。で、銀の箱押しで、エドワード・ニューゲート。はい。ちょっとこの状態だと反射しちゃって見えねえな。うん、はい。横はこういう感じですね。とにかくね、銀の箱押しがね、結構使われてますね。よいしょっと。裏面はこういう感じ。うわ、めっちゃかっこいいし、でけえ。でかそう、もう。重量感すごそうだな、これ。いやー、これは凄まじい。なあ、クラッシュった。はい、という感じでね、とりあえず、外見はこんな感じですね。では早速ね、ちょっとブリスターの状態まで持っていきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。いやー、すげえ迫力。ワイヤーがね、すっごい絡まってね、なんかもう縛られてるみたいでね、余計いかついね。うん、でね、これ横にもでかいんですよ、これ。ほら。横にも広いっていうね。はい。まあ、後ろはね、まあ、マントだけなんですけどね。このマントが強烈にでかい。いやー、すげえでかい。うわー、すげえ。はい。で、ここにあれですね。槍。ここ。はい。といった感じでね。はい。では、実際ね、もう、開封して、組み立てちゃいます。はい、ということでね、開封し終わりました。いやー、結構
やっぱ重いしね、手こずりましたね。はい、ではね、早速見ていきましょう。まず台座、まあ台座つうかね、もうほとんど足場ですけど、ね、うん、いやーすごいね、細かいね、やっぱね、 POP だ、市販品だからね。でこれね、この腕、わしづかみ、細かいね、造形がとにかく細かい。うわすごいな。でこれ見えます、あの血管が浮き出てんですよ、血管が。すっげえ、これがね、ほんとね、浮き出てんですよ、ちょっとここら辺とか。すげえな。うわ素晴らしいよ。すっげえシックスパック。尊顔すげえ。うわすごいね、もうにらみつけ、この眼力、目力。うわでね、この槍でけえよな、ほんとこの矛。この腕のね、血管とかすごいやばいよね。この筋肉のこのね、ひねった感じと、あれね、この脇腹すっごいよね、細かい。白ひげ海賊団のマーク、しかもこれすごくないですか、このここら辺のシワ。やっぱね、年齢感を出してますよね、ここでね。すげえよこれ、ここのシワの細かさで年齢感を出してるっていうね。細かいなぁ、ほんと作業が。で、OP、うわとにかくゴリマッチョですよ、これすごいな、これ。もう引きで見るとこんな感じだもんね。もうやばいよ、もう。でね、次のアイテム、マントですよ。これも細かくないっすか、これ。グラデーションとかね、ちゃんとなってるし、まあ、シャドウも吹いてるしね、まあ、陰影がね、結構はっきり、やっぱされてますね。いや、細かいなぁ、ほんと。はい、ではね、これを早速着させたいと思います。はい、いや
あ、もうね、マントを羽織ることによってこの広がる、横に広がるこのボリューム感、いやーこれは半端ないな。もう情報量が増してね、めちゃくちゃなんか目でかく見える余計。いやこれはすごい。うわ、かっこいいね。やっぱ白ひげすげえ。やっぱ四校だっただけあるね。めっちゃかっこいいなぁ。もうその想像以上ですねこれね。もうクオリティがやばいです本当に。もう血管がリアルすぎてね、やばいわこれ本当に。じゃあちょっとね、比べてみたいものがあるんでね、それちとちょっと比べてみましょう。はいはい、一応ね、比較になるものをちょっと並べてみました。まあ、比較というよりね、これと同じシリーズのものです。はい、こちら。じゃじゃじゃんとね、ギアフォースのバウンドマンのルフィですね。いやーこれもね、これもすごいできんだよね。結構今じゃね、もうプレネがついちゃってるけどね、これ。やっぱこのシリーズでかいし、もう出来がすごいね。いやこれ2体並べたらすごいわこれ。いやマジマジやべえこれ。でっけえしこれすごいな。いやこれはこれはなんも出てこねえ。ということでね、実はね、もうすでに次回作がね、もうすでに予約とかもうやって、もう締め切ったのかな、わかんないけどね、この次がね、確か、カタクリですね。はい、このシリーズカタクリももう予約してるんですけど、あれもやばそうだな、カタクリ。いやーすごい、このね、シリーズはねマジ買いですよ。 POP でも、はい、まあ、むしろ POP 自体はねほとんど勝てないんですよね。もうほぼこのシリーズっていうかこの POP マキシマム、うん、それですね。まあ、って言ってもこの2体しかありませんけど、はい。確かねこのシリーズあれジンベエとかあったよね。なんかジンベエとか、あとなんだっけ、はあ、あとキャプテンキッドか、うん、そこら辺が確かマキシマムシリーズだよね、うん、はい。ということでね、今回はね久しぶりにちょっとねワンピースフィギュア紹介させていただきました。いやこんな感じでね、いつもドラゴンボールをちょっとアップしてたんですけど、まあね、ジャンプキャラ自体が好きなんでね、これ以外にもね、まあナルトとかね、あとまあなんだろうな、集めてないけどブリーチとか好きですしね、うん、まあ、そこら辺もね、いろいろと購入すれば、紹介していきますんでね、ぜひこの機会にね、チャンネル登録、またはね、見ていただけましたらぜひねいいねボタン押してください。あとね、コメント欄、いいコメントにはね、ハートマークをつけて必ず、返信させていただきます。はい、こんな感じがね、はい、
ではね、今回は久しぶりのワンピース、いやーこれは絶対すげえ、みんなね、ほんと手に取ってみた方がいい、これは絶対、実物を見てください。はい、ぜひおすすめです、これはマジで。っていうね、どん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 自分の語彙力のなさをね、ひけらかすことになっちゃうんでね、もうこの辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴どうもありがとうございました。